SNK ギャルズファイターズは2000年1月27日に夢工房が開発し SNK より発売されたネオジオポケットカラー専用対戦型格闘ゲームである2020年4月30日より SNK よりニンテンドース o s w への移植版が配信開始された SNK のゲームに登場する様々な女性キャラクターたちが ゲームの枠を超えて一堂に会し、格闘大会を戦い、勝ち抜くというゲームである。使用キャラクターは、通常の8名、条件を満たした時に使用できる隠しキャラクター3名の、計11名であり、この中より1名を選択し使用する。操作については、ボタンの押す、時間の長短により、強弱を使い分けられること以外は、 一レバー後にボタンのみのシンプルな操作である。必殺技も再現されているが、ギャグ描写が入るなど、コミカルに描かれている。戦闘中に時折、イヤリングなどのアイテムが手に入ることがあり、それを使用することで防御力アップなどの効果が得られる。なお、アイテムは使わずに、複数ストックすることもできる。ネオジオポケットカラーバンは専用ケーブルで、 本体同士をつなぐことで対戦もできる。スイッチ版は一本のみで対戦が可能。2000年、世界各国の有力な女性格闘家たちのもとに、一通の招待状が届けられる。ようやくすると、2000年、5譜を開催する。大会の優勝者には、一つだけ、何でも願いが叶うという五冊、K の五冊を進呈する。以上、X とあり、 さらに追伸として、願いを増やしたい藤の願いは、不可、招待状を受け取った者は必ず来ること。ただし男は来るな。この作品は、フィクションです。などと書かれている。X とは、何者でコフとは何かといった謎をよそに、願いが叶う。誤冊をめぐって、女性格闘家たちは、欲望むき出しの熱いバトルに挑む。ッコ内は登場する作品。 スイッチ版 SNK ギャルズファイターズが本日配信 SNK タイトルの女性キャラクターたちが戦うネオジオポケットの格闘ゲーム ww.4gamer.net w アイタス2020年4月30日閲覧株式会社インプレス SNK ギャルズファイターズ4月30日配信決定2000年に ネオジオポケットカラー用で発売された格闘ゲーム。ゲームウォッチ2020年4月30日閲覧。SNK ヒロインズタグチームフレンジー。本作の原点となった SNK ギャルズファイターズからミス X が参戦。DLC キャラクター第3弾として11月中旬に配信。www.4gamer.net アイタス2020年11月17日閲覧。ありがとうございます。